ない。はい、どうも、トスクチルドレンのつくもです。ということで、ない、はるかルートパート7。続きからです。やっていきたいと思います。ロードしました。ファミレスを出ると、その場で解散となり、ゴーストは別れも言わず、どこかへ消え、高峰は駅へと歩いていった。ホームで出くわしたら気まずいだろうから、少し間を置いてから、俺たちも駅へと向かった。あの、新見さん、気づいてましたか？ゆっくりと歩きながら、先輩が口を開く。何でしょう？ゴーストさんのことです。新見さんが頭を下げたとき、妹さんを危ない目に遭わせないでって言ったとき。ああ。高峰君は、確かにうなずきました。ちゃんとうなずいてくれていました。でも。ゴーストのやつ、鼻で笑ってましたね。はい。ゴーストさんは、新見さんのお願いを聞く気なんてないように見えました。ごめんなさい、不安にさせちゃって。あ、いえ、俺も思ってましたから。昨日結城が神社に来た時、あいつ喜んでましたよね。ユーザー同士のバトルだって。ゴーストさんの目的はユーザーと戦うこと。戦うだけならいいんですが。ゴーストがマガンのユーザーなら、それだけで済むはずがない。奴はもう一線を越えているのだから。あまり悠長なことしている場合じゃなさそうですね。はい。ゴーストさん、内面にとても深い闇があるように感じます。ぽつりとこぼし、足を止める。駅に着いた。今日はここまでだな。考えをまとめるのは帰ってから一人でやろう。2日間もありがとうございました。気をつけて帰ってください。はい。あの、新見さんも今日はゆっくりと休んでください。そうします。本当にありがとうございました、先輩。こちらこそ。その、これからもよろしくお願いします。はい、お願いします。あ、そうだ。何か思い出したようで、先輩がカバンからスマホを取り出す。一応後で役に立つかもしれないと思って、今日の話こっそり録音しておいたんです。え、マジですか？ほとんど世間話だったので必要なかったかもですが。いやいや、先輩、ほんとすごいですね。俺そこまで気が回らなくて、マジで助かります。はい。それで、あの、一応、あの、報告というか。はい。もちろん、その、演技なのは分かっているんですが。演技ですか？もう一人の私が、ふざけて、その、言ってほしいって。ああ、あれですか。かなり照れましたよ。すみません。でも、あの、演技でも、私、あの、モテないので、嬉しくて。せっかく言ってくれたので、帰ったら、繰り返し聞きたいと思います。そっか、それもね、録音されてますもんね。あ、え？いや、うん？繰り返し？うん？あの、私、音声作品とかも好きで、ドラマ CD とか、シチュエーション CD もよく買ってて。ドラマ、え、CD？ は？え？新見さん、とってもイケボなので、いいコレクションになりました。阿部さん、いい声ですからね。はい？これ、はい？何の話？先輩、今何の話してます？では、あの、今日は。いや、え、先輩、あの。ありがとうございました。もうホクホク顔ですもんね。あ、はい。めっちゃいい笑顔で俺を言われ、俺もうなずくしかなかった。わかんねえな、先輩のことまだわかんねえな。気をつけて帰ってください。はい。元気よく頭を下げ、先輩が駅の構内へと向かう。その背中を呆然と見送った。先輩、なんかずれてるっていうか、興奮すると一方的になるっていうか、テンションの切り替わりが極端だな、本当。ん？ポケットの中のスマホに反応あり。九条か空からかと思ったが、まさかの先輩からだった。
すみません。変なこと口走ったことに気がつきました。あれ言わなくてよかったですね。忘れてください。というメッセージの後にごめんなさいという何かのアニメキャラのスタンプ。ちょっと返事に困り。大丈夫です。イケボって言われて嬉しかったです。と、俺ができる一番無難な返事をしておいた。先輩、マジで思いついたこととりあえず言っちゃうんだな。でもポジティブに受け取れば本心を隠せない人であるというわけで。ますます信頼できるってもんだ。それにイケボって言ってくれたのも割と本気で嬉しかったし、ちょっと今照れてるし。こうやってすぐ気を抜くのが俺の悪いところだな。帰ろう。先輩に言われた通り、今日はゆっくり休まないと。お、そろそろ寝ようとしたところで、テーブルの上の空間が歪んだ。すぐにその歪みから変なデザインのぬいぐるみが現れる。はい、こんばんは。何か分かったのか？そうじゃなきゃ来ないわよ。ふわふわと揺れながらコードを落とし、テーブルの上に着地する。あなたの能力に関してだけど。ああ。ようやく分かるのか。興奮で眠気が一気に吹き飛んだ。教えてくれ。がっつかないの。順を追って話すわ。あなたの行動には不可解な点が多い。そう話したわよね。ああ。あなたの行動、事象に影響を与えすぎるのよ。事象に影響？そう。あなたの小さな選択が体制に影響を与え、枝分かれを発生させている。枝分かれっていうのは、パラレルワールドのことだよな。その通り。あなた、空が遥かに連絡しようとした時止めたわよね。ああ、俺がするって。別の枝では空にそのまま任せているのよ。空に？その結果枝分かれした？ええ、リグベーダだったかしら。彼らの懐に飛び込むなんて展開にはなっていないわね。あなたの行動によって全く別の枝が発生したの。こんなことめったにないのよ。個人の選択が枝に影響を与えるなんて。それが俺の力ってことか？パラレルワールドを作り出す。違うと思っていたんだけど、少し事情が変わってきたわね。短く息をつき、一泊置いてソフィーは続ける。アーティファクトは魂の力。能力を行使するときに揺らぎと言えばいいかしら。魂に何らかの反応があるのよ。けれどあなたにはそれがない。何の変化も検知されない。だから私は、あなたは運命に干渉する稀有な才能を持つ特異点であると結論付けようとしていた。特異点？そう、特異点。けれど空に聞いたわ。あなた指を怪我したそうね。怪我？ああ、フェスの日か。白蛇つくも神社で毎年開催されている春のメビウスフェス。成瀬先生の頼みで俺は展示されている神器の警備に駆り出されていた。神器は地震のせいで破損してしまったわけだが、片付いている時に破損で指を切ってしまったんだ。その神器は世界の目。俺たちの世界とソフィーの世界の扉を閉じる門、の役割をしていた。その怪我が何か関係あるのか？ある。話すか迷ったけれど、アーティファクトと強制的に契約する方法があるの。体内に取り込むこと。体内にって、えってことは、そう、あなたは世界の目のかけらを体内に取り込んだ可能性がある。つまり今俺に起こっている変なことは世界の目の力ってことか？かもしれない。世界の目は世界と世界をつなぐ力、そして世界を観測する力。あなたは無意識に多世界、つまり他の枝を観測し、そうして得た情報を直感として処理し、
行動を変え、新たな枝を発生させた。世界の目の一部しか取り込んでいないから、他の枝の情報を直感としてしか処理できない。魂の揺らぎを検知できないのも常に揺らいでいたから。ずっと能力を発動していたから、非発動時との比較ができなかった。あなたは私と同じ観測者、ただし不完全で無自覚な観測者。不完全で無自覚な観測者。俺が持っているのはアーティファクトの一部だからこそ、他のみんなとは違った形で能力が発現した。無意識に他の枝の情報を取得していたから、ゴーストが魔眼のユーザーであると気がつくことができた。それが世界の目の力。なるほど、納得がいく。だが、でもと、ソフィーは続ける。その推測には致命的な矛盾があるのよ。矛盾？世界の目は現在から過去を見る力。おまけに自分が経験したことしか見ることはできない。でもあなたはそれ以上のことをしている。それ以上って俺は何を？あなたのことずっと監視していた。あなたの行動はほぼ全て記録してある。全て？遥かに操られているところも、遥かが眠っている間に鼻の穴広げて下着を凝視しているところも記録してあるわ。なんだよ、やめてくれよ。そういうのは記憶ガスで消しといてくれよ。テンション急降下の俺に構わず、ソフィーは続け、その記録を確認してみたのだけど、おかしいのよ。どこが？世界の目で観測するためには、ゴーストって子が魔眼のユーザーであると、どこかの枝であなたが確信する必要がある。けれど、どの枝のあなたもそんな確信を得ていない。え？他の枝を観測したとしても、現時点ではゴーストが魔眼のユーザーであるという情報を得られるはずがない。つまりあなたは未来を見ている、あるいは未来から一部の記憶を維持したまま過去へと遡っているということになる。けれど、世界の目にそんな力はない。よってあなたは世界の目のユーザーではないということになるわね。腕を組み押し黙る。未来を見ている、未来から遡っている、そんな大それたことを俺は無意識にしていたのか。しかし、やっと俺の持っているアーティファクトが分かったと思ったのに。結局俺のアーティファクトは何なんだ？今度はソフィーが黙ってしまった。だが分からないという様子ではなく、話すかどうか迷っている、そんな風に見えた。口頭無形な話ではあるんだけど。そう添えてからソフィーは話し始める。一つだけあるのよ、そんな力を持つアーティファクトが。ただ。ただ？おとぎ話に出てくるだけ。実際に存在するかどうかは確認されていない。私も半信半疑。過去を、今を、そして未来を、運命を司るアーティファクト。手にしたものはあらゆる世界を滑る王のアーティファクト。その名もオーバーロード。いや、めっちゃかっこいいですけどねそんなね。オーバーロード、そんなアーティファクトを俺が？もしあなたがオーバーロードのユーザーなら歴史的な大事件ね。可能性は低いでしょうけど、否定もできない。使いこなしなさい。そうすればあなたは王になる、世界の。話がでかすぎる。確かに口頭無形だ。そうね、私も半分冗談、でも半分は本気。あれから変わったことは？また直感が働いた？微妙なラインだが、あるといえばあった。聞かせてくれるかしら。今日、リグベーダの二人と会ってたんだ、先輩と一緒に。その時ゴーストの顔を見て違和感を覚えた。誰かに似てるなって思ったんだ。誰か考えている時に思いついた。ヨイチだなって。ヨイチ、あなたのクラスメートね。そう。あ、ってこれ直感じゃないな。
ただそう思ったってだけだな。けれどわざわざ話したってことはあったんでしょ、同じ感覚が。ああ、まあそうだな。違和感が理由なく解消される感覚、今回は与一の顔を思い浮かべてすぐに納得したから、今までとは違うけど確かに同じ感覚があった。不意に思いつく感じ。ゴーストってこの情報が欲しいわね。情報っつってもあいつのことは何もわからない。本名も通っている学校も何でもいいわ。あなたが見て気づいたこと、感じた違和感、何でも。何でも。ああそうだ、ファミレス行ったんだけど何も口にしなかった。何も何も、水も食べ物も勧めてもいらねえって絶対口にしなかった。顔が似ているのよね、与一ってこと。ああそっくり、うり二つ、双子かと思ったんだが兄弟はいないって言ってたんだよ。幻体かもしれないわね。え、ゴーストは与一の幻体。幻体、ソフィーのぬいぐるみの体も幻体だと言っていた。アーティファクトで作り出した仮染めの体ってことは、つまり与一もユーザーってことか。そうなるわね。与一もゴーストを操っている。じゃあ、え、与一が魔眼のユーザー。生み出された幻体は意志を持ち、自ら考えて行動する、それが本来の使い方。私のように直接操作するのはイレギュラーな使い方なのよ。自ら考えて。じゃあゴーストが勝手に動いて悪さしてるってこともありえるのか、暴走したりして。そういう可能性もあるわね。作り出した幻体が主の制御を離れ、魔眼の力を乱用しているということも。幻体って一回作ると消えないのか。簡単に消せる。じゃあ暴走ってのは無理があるか。そうね、手に負えないと判断したら普通はすぐに消して二度と作らないでしょうね。でも自分の顔に似せるのもおかしいよな、魔眼のユーザーだとしても。幻体のアーティファクトの適性が低いのか、それとも連動不足か、うまく扱えないと自分に似た幻体しか作れないのよ。顔だけじゃなく体格もかなり似ていたんじゃないかしら。どう？ああ、言われてみればそんな気もするな。何にせよ可能性は捨てきれない。食物を摂取しない、顔や体格が双子のように似ている、幻体である根拠が2つ。ゴーストではなく与一が魔眼のユーザー、それこそ荒唐無稽だ。でもまただ、俺は確信している。思い返してみればゴーストが与一に似ていると気がついた時から確信していた気がする。ゴーストは与一だ、与一こそが魔眼のユーザーである。でも信じたくない、根拠がない、まるでないんだ。あなたがゴーストの正体に気がついていたとすると、やっぱり未来を知っているとしか考えられないわね。あなたがオーバーロードの所持者なんてかなり複雑だわ。使いこなせないんじゃ意味がない、曖昧すぎて事実かどうかもわからない。裏付けが必要ね。そう、裏付けだ。根拠がないまま友達を疑うなんて。手段は任せるわ。今のあなたなら失敗してもそれを糧に別の枝でより良い結果をつかみ取るでしょうし。失敗を前提に動きたくはないが。とはいえ、どうやって与一が魔眼のユーザーである証拠をつかめばいいのか、今までユーザーであることすら知らなかった。いや違う、まずはユーザーであることを確かめるべきだ。それなら。随分と長話をしちゃったわね。そろそろ私は。待ってくれ。何？手伝ってほしいことがある。まあそうですね。はい、連絡事項は以上です。起立例は省略、気をつけて帰ってね。はい、というところで、
まあ結構確信に迫りつつあるんですが、今回はね、以上にしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。